まして、こんにちは。はい、私はガーチ志望の店長、新谷です。冒険に出発する準備はできていますか？はい、ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ。何かあった時はこのお守りが私たちを守ってくれることでしょう。さあ皆さんにね、もう一つだけお願いです。ゴリラが一頭行方不明との情報が入りました。お隣の方確認していただいていいですか？バナナ食べてる方いませんか？大丈夫？パンが行くということがありますから、食べてない？大丈夫？でももし食べ出したら言ってくださいね。もしかしたらゴリラかもしれません。ジャングルに置いて帰ります。では大変お待たせいたしました。この後もボートは左右に大きく入れてまいります。今いるお席にしっかり座ってお楽しみください。未開のジャングルへと出発です。はい、あっという間に1週間が経ちました。早かったですね。ここ雨の森です。この雨には美肌効果があるので、こうやってお肌にパタパタしてあげてください。ジャングルの栄養分が豊富に含まれています。サバのくしゃみ、ゴリラの汗、あとゾウの鼻水、存分にお楽しみください。このジャングルにワニが全部で何匹いるかを数えてみてください。正解の方にはワニと泳ごう楽しいジャングルの旅、片道切符をプレゼント。これワニたちにとっても美味しい話なんだそうです。あれもアフリカと長いお鼻に大きな耳が特徴です。彼らはあまり視力が良くない代わりに耳がとってもいいんだそうです。ゴリラが持ってるのはピストル。火薬に命中したら大変。おっと、皆さんも一緒に、おっと、おっと、おー、大当たり。こちらのゴリラとワニ、昔はじゃんけんに夢中でしたが、最近新しい遊びを思いついたそうです。その名もいないいないバナナ。そんなバナナ、ご覧ください。雄大なアフリカの大草原。でもキリンにシマウマ、みんな心配そうじゃないですか？それもそのはず、本日のライオン一家の特別招待客はシマウマさん。明らかに嬉しそうではありません。あら、ただあの方たち、実は昨日の私のお客さん、私がお守りを忘れちゃったばっかりに飛んだ災難です。ごめんなさいね。いいですよ。今日ちゃんとお守り持ってきてますから、ね、皆さんのうちの半分は無事に帰れます。前に見えてきたのはワニの兄弟のスマイリーブラザーズ。笑っているようで実はものすごく凶暴なんです。顔は笑顔でも腹の中は読めません。そういうお知り合いの方いません？私はこのチャンネルについて知らない方はありません。どこにのヘビーだけで見つかる。皆さん船の左側に体重かけて、曲がれました。危なかった。優秀な店長に拍手。あ、本当だ、看板あるよ。あれ何かわかる？そう、ここカバの池だって。危ないね。カバって怖いんだよ。あれ、みんなカバ怖いって信じてない？いやいやいや、よく聞いてください。なんか危険な音楽聞こえてくる気がしません？威嚇してきてますよ。ああ、ボートがひっくり返されちゃう前にとっとと逃げましょう。あれ、太鼓の音聞こえますか？あれ、先住民たちです。船長学校で習ったんですが、彼らと仲良くするには踊りを真似するのが一番。ほら、あの踊り、皆さんも一緒に、タン、はい、はい、リズムに合わせて体も上下にジャン、ジャン、グルル、はい、ジャン、ジャン、グルル、はい、ジャン、ジャン、グルル、はい、ジャン。効果なかった。槍が飛んでくる。右側の皆さん、あの槍全身で受け止めてください。左側と後ろの皆さん、私の重い槍を心で受け止めてください。
ましょう。なんだか不気味なところに来ちゃいました。ここ一体どこなんでしょう。あ、この神殿もしかしてジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。ね、ヘビいるね。なんか気持ち悪いね。やだね。なんかすごい怪しい雰囲気。あ、でも大丈夫、私たちにはこのお守りがあるからね。なんかあったらこのお守りが多分力を貸してくれるよ。さ、勇気を出して進みましょう。これ、虎の鳴き声？もしかしてジャングルの守り神？ちょっと私答えてみますね。ガオー！あそこ見てください。バイバーイ。さあ、私たちもリズムに合わせて手拍子。皆さんが初めてですよ。ほら、皆さんも一目見ようと水牛たちも集まってきたみたいです。あそこにいるのはテールスマンのサム、ジャングル一の商売上手。実はこのお守り彼から買ったんですよ。ねえサム、このお守り本物だったんだね。すごいパワーだったよ。今日のお客さんみんな買ってくれるよ。皆さんいかがですか。今なら100個まとめて買うと花蔵さんついてきます。さて、文明社会に戻ってきました。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか。あっという間だった。ありがとうございます。楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいよっていう方、ありがとうございます。またいつでも遊びに来てくださいね。それと最後に、これからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。店長、あなたにからのお願いでした。これからボートは狭い通路に入っていきます。安全のためボートから手やお荷物出さないようお願いします。ボートが船着き場に着いても下船の準備が整うまでは座ったままでお待ちください。係留。それでは私が合図をしたら皆さん一斉にお立ち上がりください。